『猫物語黒第1話は翼ファミリー上官 DVD をアムルーレイをお買い上げいただいた皆様今夜に散ったコンバットマグナムと呼んで風林館高校の青い雷カカンバル駿河ルだいやカンバルさん冒頭から飛ばしすぎですって。 アニメ化け物語から偽物語に至る流れをご存じない方はあなたのことを本当に風林館高校の青いイカづちだと思ってしまうかもしれませんまあ私は縦脇というより子達だがなキャラ的にはそっちですよねあもっと言うとチというよりは猫だとまさしく猫物語私が副音声にキャスティングされた理由もこれで誰もが納得というわけだ皆さん首をかしげてると思いますけどね猫物語の副音声が私とカンバルさんだってことは あ申し遅れました私は迷子の小学生永遠の小学5年生八九時迷いです迷子だけに不公正にも迷い込んでしまいましたえっと月日ちゃんがこの髪型だということは4月の末から5月あたりかな月さんの髪型をカレンダー代わりにまだ私も千場ヶ原先輩も荒々木先輩と仲良くなってない頃だ私は今でも仲良くなってないですけどねオープニングか 羽川先輩の新曲だな私たちが何者かっていうことを初見の方のためにもう少し説明した方が良いのではないでしょうかカンバルさんこれはまたちょっとフォークな感じで名曲だな聞きませんね人の話を前回の名曲「シュガースイートナイトメアは テレビで流れないという逆放送事故が起きてしまったからな今回はビシッと決まって羽川先輩も胸をなで下ろしたことだろう私もプロデューサーとしてご満悦ですあの大きな胸をなで下ろしたことだろうなぜいやらしく言い直すなんだかんだで優遇されてるよなあの人は一体何曲歌うつもりなのだろうその上あの人猫物語「白」でも主役を張るというのだろうお忙しいことだな化け物語で出番が少なかった分を一気に取り返してますね 逆にここから先出番を奪われていくのが私やカンバルさんというわけです何でしょうね副音声ってそういう意味では出番が少ないキャラに対する救済措置みたいなところがあるんですかね猫物語黒と猫物語白黒猫物語と白猫物語というタイトルになるという案もあったそうだがそうなのですかとするとミケ猫物語やノラ猫物語もありそうだな何がとするとなのかわかりませんがドラえ物語 というのもあったかもしれんドラえもんの語りまあ羽川先輩にはドラえもんみたいなところがあるからな 四次元ポケットって当たり前みたいに言うけれどお腹に四次元がついているっていうのは大変なことではないのだろうかそれを言い出したら秘密道具の大半は大変なことだと思いますがドラえもんといえば静香ちゃんの入浴シーンばかりに目が行きがちかもしれないけれどドラえもんで一番エロいシーンがどこかって言ったらやっぱり悪魔のパスポートを使ってのび太くんが静香ちゃんのスカートをめくっているシーンだと思うのだあの本編始まりましたけど静香ちゃんの反応がすごくエロい最後ちょっといい話になっちゃったのが残念なんだ いやいい話になってなかったら収録されてませんよのび太くんがしずかちゃんのスカートをめくる話というのであればしずかちゃんには僕なんかふさわしくないと身を引こうと嫌われるためにそんなことをした話もあったよなあれもなかなかの名シーンだったいい話だったのが残念なんだがいい話が嫌いなんですか戦場が原さんの影響を受けてませんそれまあまあこうやって B パートに待ち構えている荒々木先輩の羽川先輩に対するスカートめくりに向けての伏線を着々と張る姿勢副音声進行係の 鏡だなこの仕事副音声進行係なんて肩書きなんですか昔は副音声進行係といえば羽川先輩のことを指していたのだがなあ本編に進出しちゃったからなあ,あの方は1軍昇格みたいに言わないでください私たちが2軍に落ちたみたいじゃないですかちなみに静香ちゃんの話を続けると入浴シーンは確かに定番すぎて逆に触れづらいのだが唯一ここはっていうシーンがあってのび太くんが入浴中の静香ちゃんを騙して裸は恥ずかしくないと思い込ませる話があってあれはエロいしいい話 話じゃないしで最高だったずかちゃんの話がしたいだけじゃないですか感動した話とか教訓を得た話とかしてくださいよ漫画で感動したいとか学びたいとかは思わないのだ私はまあなんていうかそれは正しい姿勢ではありますけれどねほらほらカンバルさん真面目なアニメの話をしているうちにどんどん話が進んでいますよえれあ,あれ荒ぎ犬のシーン終わっちゃったかな隼人チリをするなっていうそんなセリフを多分言ったことはないのにそっくりだというあのシーンは。 はあ、というか、結構脇道に逸れてしまった気分だったけれど、案外話進んでいないなおや、本当ですね。月日ちゃんと部屋で話しているだけだものな妹とラブラブしているだけだものな語弊がありますが、語弊と言いますか、誤解と言いますか。いろんなものがいろんな風にありますが。この妹、しかし可愛すぎるだろう。うちにも1台欲しいな妹の単位は大ですか荒樂さんは2台持ちですね。12台欲しいなありましたね、そういうゲーム。時系列的には、偽物語よりずっと前の話になるのだが、 まあそれを含めても荒々木先輩と月ちゃんがこんな風にじっくり話すシーンというのはこれまでなかったからなかなか目新しいななんていうのだろう妹に恋愛相談をする兄自体が相当に目新しいものだとは思うが何だったら私に相談してくれればよかったのにこの頃まだあなた荒木さんと会ってないでしょうにまあ汚ない意見を言わせていただくとここの荒々木先輩って気持ち悪いよな汚がない エロ本を買う話とかやめてほしい私くらいになるとエロ本という言葉を聞くだけでも嫌だアニメを見ていてそんな言葉が出てきたらその時点でテレビを消すななぜそんな虚言をカレンちゃんとは前に副音声をやらせてもらったこともあって多少どういう子かは分かっているのだが月キちゃんとはまだそんなに接点を持っていなくてなこれから接点を持とうとしているかのような危険な発言ですがだからどういう子かはあまりよく知らないのだがこうして兄から相談を受けているところを見ると恋愛については一言ある子なのだろうか中2にして まあ、彼氏がいらっしゃるという話もされていますしね。ロウソクザワくんですか確か、カレンさんにも彼氏がいらっしゃるんじゃありませんでしたっけえー、っと、えー、っと、そう、水谷君青春を謳歌しているということなのだろうか。私が中二の頃なんか、全然男の子に興味がなかったけれどな。同性同士で遊んでいる方がずっと楽しかった。それは今も変わらないのでは。いや、本当に楽しかったな、中二の頃。中二のメンタルのまま公認になっているように思いますが。沈まれ、私の右手。左手でしょ。まあ、でも今はもう誇張され。 キャラクターとしての中学2年生が定着した感もあるけれどこういう中学2年生ってやっぱりレアケースだよな確かにいつからか自意識過剰と妄想型が混ざっちゃってる感はありますよねそれって本来全然別のものなんですけれどとはいえ思春期という点においては共通していますがしかしカレンちゃんより月日ちゃんの方が年下なのに月日ちゃんの方が大人びている風なのはどうしてなのだろういくらファイアシスターズの参謀担当とはいえとはいえと言われましてもまあ荒々木先輩がお兄ちゃんでカレンちゃんがおちゃん お姉ちゃゃんじゃそういうポジションに収まらざるを得ないのかなかなか収まる器でもなさそうですが彼女っていう ポジションめちゃくちゃですがお忘れになってませんかこの方最初荒木さんのことバールで殺そうとしていましたよそんな役もあいだな私と通じるところがある暴走すると何をするかわからないという点においては確かに注目の一致するところかと私も荒木先輩や千場ヶ原先輩に振り回されて常にヒーコラ言っているからな聞きませんね人の話をヒーコラ言いながら喜んでいるでしょうあなた気色満面でしょう話が合いそうだ話が合いそうだって月さんとバ原さんがですかいや言ってしま ば誰ももがが話が合いいそうもないこの殺伐とした世界観の中においてもあなたと月さんって屈指の話の合わなさそうな2人ですがただこの辺のトークを聞いているとこの子に恋愛相談をするのは危険そうでもあるななんだか実の兄を勢いで丸め込もうとしている気配を感じてしまうまさに勢いですよねでもまあ女子の恋愛相談っておおむねこんな感じかもしれません盛り上がり重視っていうかテンション重視っていうか 私小学5年生なのでよく分かりませんがそれこそ男子と泥だらけになって遊んでいるような年頃でしたからね当たり前だけれど私とか化け物語や偽物語での展開を知っているからこの辺りは見ていて複雑な気持ちにもなってくる。 それは視聴者も同じ気持ちだろうか逆に言うとあれだ化け物語や偽物語をまだ見てなくてこの猫物語黒から見た人の感想というのをぜひ聞いてみたいものだ結構レアって気もしますけどねある種オチは見えているわけだからなああでも副音声とはいえあまり余計なことを言うとひょっとするといるかもしれない猫物語黒が初めて派の人へのネタバレになってしまうのか用心しなきゃ猫物語黒が初めて派って少数派そうな派閥ですねそういういに支え 変えられて物語シリーズというのはあり続けているわけなのだから大事にしなきゃそういう層を忘れてはいけない我々は決して多数派にはなれないマイノリティ側のマイノリティなのだからマイノリティ側のマイノリティって迷いマイマイノリティですか。 大体いいネタバレとか言い出したら私とかあなたとかの存在が何よりのネタバレなのですからネタバレ防止のためこの後知り合う荒木先輩の後輩などではなく通りすがりの副音声進行係と名乗ろう副音声進行係って通りすがるものなんですかカンバル通りすがるというわけですかはいというわけで展開もだいぶ進んできましたが皆様いかがご覧いただいていますでしょうか無視されましたいや今までなかったでしょうカンバルさんそんな風に視聴者に呼びかけるとか やめてください新しい作風をいきなり試すのはびっくりするじゃないですかさあ盛り上がってまいりましたこの先果たして物語は一体どう転がっていくのでしょうか予断を許しません何で実況ナ風なんですかアニメ版の筋肉マンですかいや副音声としてはそれが正しいのかもしれませんけれどというほど盛り上がってはないな まだ部屋で荒々木先輩が妹とイチャイチャしているだけだな。イチャイチャってものすごく限定された意味では今が盛り上がりのピークということになりますけれどね。友人として見てられませんよ荒々木さんのこんな姿。もうなんだか荒々木先輩こういうことでは全く躊躇しなくなったな痛そうですよねこれ。痛いのは荒々木さんもですが。ああもう。 お兄ちゃん妹のおっぱい触りすぎ名言だな名言すぎます荒柳先輩を最もよく言い表した妹ならではの視点だ妹ならではの視点で見られたときにこんな言葉に出てこられては荒柳さんもうおしまいですよねそうですかこの方私たちに出会う前にもう終わっていたんですね手遅れだったんですねせっかくだからこの名言をうまくもじって一番くじの評語に使いたいなあ,あもうお兄ちゃん妹のおっぱい一番くじいやうまくもじ出てませんが一番くじ引きすぎとか でしょもじるならしかし仲のいい兄弟だなこの2人荒々木先輩はこの妹と仲が悪いとか吹いていたのか虚言にも程や限度はあるだろうにまあ家族というのは分からないものですよわからないし難しいものですそれがまたこの猫物語「黒翼ファミリー」のテーマと言えるのかもしれませんいえあるいは家族とは人類にとって永遠のテーマなのかもそんなに仲が悪いって言うなら私にくれればいいのになあのー、今私いい話をしてますよ聞いて ずるいよな妹2台持ち携帯2台持ちみたいに言わないでくださいああそういえばカンバルさんは携帯電話が苦手なんでしたっけ荒木先輩と話すためだけに携帯電話を契約したというああこれもネタバレですかね 月日ちゃんの着物の丈、それにしても短いよな。短いですね、そういえば。誘ってるのか誘ってはないと思いますが、少なくとも副音声進行係を。タッチパネルって平面じゃねえか月日ちゃんのおっぱいはタッチパネルではないと思うがな。さっきちゃんとつかめていたし。そこを掘り下げますかタッチパネルももう完全に普及してしまった感はあるが、こうなってくると逆に、ボタンの手応えある食感が懐かしくもある。懐かしいというか、携帯電話や電子書籍がいい例ですけれど、昨今はどうも技術ばかりが先 こうして人間の方ががついていけててけない感が否めませんよね昔は銀行や郵便局の ATM のタッチパネルでときめいたものだが未来もいざ訪れてみれば意外と普通というわけかな何でしたっけそういうのいい川柳がありましたよねそうそう来てみればさほどでもなし富士の山ですか そんな今だからこそ、こうやって、過去編を振り返るというのもいいのかもしれません。話がなんだか変な方向に進んでるなぁ。おあー画面ですか荒らぎさんと月日さんの会話ですかああ、確かにこの辺りで風向きが変わるんでしたよね。なんて言うんでしょうか。これって、月日さんが荒らぎさんの思考を妙な方向へ誘導したともとれるような。 あ,あ誘導って言っても誘うという意味ではありませんよ月日ちゃんに相談したのはやっぱり荒木先輩の手痛いミスなのではと思わざるを得ないないやでも本当仲のいい兄弟ですねただ私と荒木さんの初対面の時のエピソードですが確かあの人妹と喧嘩して家を飛び出して飛び出した先の公園で私と遭遇したんでしただから仲が悪いって認識が決して嘘ってわけでもないんでしょう喧嘩してる人達ってはからは存外仲良く見えちゃったりしますからね喧嘩するほど仲がいいなんて ののは傍観者の言い分です話がどんどんおかしな方向に荒木先輩もエロ本が欲しいのなら私に言ってくれればいくらでも乗物を用意するのになだから知り合ってないでしょうそれに確かあなたは「エロ本」という単語が出てくるようなアニメを見ないと言っていたはずではあっ副音声ならい,いんですかただいまーう ちゃんの声だお帰りのようですね勝手知ったるいい女ですカレンちゃんだカレンちゃんだかわいいなぁかわいいなカレンちゃんが帰ってきた荒々木家にそして私の太軽に荒々木先輩を見た時の戦国さんみたいなリアクションになっていますよかんばるさん突っ込んでください今私水も滴るいい女というべきところを勝手知ったるいい女と言い間違えましたよこんなキラーパスを見逃していいんですか それにしても、すごい汗ですね。42.195キロ走ってきただけあって、カレンちゃん人間二人分くらい汗をかいてるな。干からびるんじゃないかカンバルさんはでも、毎朝20キロくらい走ってらっしゃるという話でしたよね、そういえば。 あ思い出しました荒木さんが私と初対面だったあの日喧嘩した相手というのはこちらのカレンさんの方でしたまあカレンさんと月日さんはべったりですからカレンさんと喧嘩したということは月日さんとも喧嘩したということになるのでしょうけれど何ていうかこの辺のカレンちゃんはボーイッシュどころの話じゃないよな男勝りというか男前ですよね男性女性というより野生という感じだ私より脱ぎっぷりがいいくらいだ お兄ちゃんにおっぱいを見られるとか、全然平気なご家庭なんですね。この後のセリフもかっこいいしな。一番くじの兵語に使いたい。 景品見て引きたいって思ったら、それが一番くじってことじゃねえのカンバルさん、妹の一番くじ引きすぎでしょう,うーん、しかし妹たちとコミュニケーションを取っているだけで A パート終了とは、相変わらず斬新なアニメだその気になれば B パートまで全然いけたでしょうね、この兄弟そうなるといよいよ、猫物語黒ではなく、妹語黒になりかねますでは、B パートに続く続きます。では、B パートだ 猫物語黒、翼ファミリーその一、B パート引き続いて引き続くぞはい第一話後半戦も引き続き私たち、カンバル駿河ルと八九時迷いのネオバルハラコンビでお届けしますまあ私とカンバルさんとの名前を組み合わせても全然バルハラになりませんけれど。 そうですね。カンバルのバルとハチクジのハチを組み合わせて、なんとかバルハチコンビと名乗りましょうか。なんだか凄まじいまでの偽物感ですけれど。偽物語じゃなくて猫物語なのに、凄まじいまでの偽物感ですけれど。とにもかくにも、ネオバルハラコンビこと、バルハチコンビ、テンションを上げていきましょうまあ、そろそろ副音声の存在意義について考え始めているけれどな、私は。いきなりテンション下がること言わないでください いや、そろそろというか、最初からどうなのかなと、いささか疑問には思っていたのだ。せっかく本編でシリアスに頑張っているのに、こうやって副音声でチャチャを入れられたらたまったものではないぞ。シリアスに頑張ってるって、言い方言い方黒猫物語もここからシリアスで重い展開になっていくというのに、果たして副音声で、私が軽妙なトークをしていて良いのかどうか、悩みどころだ。軽妙なトークって、自分でおっしゃいますか。軽薄なトークの間違いではないかと、愚行いたしますが。まあ、軽薄は、荒木さんの先輩と かもしれませんが荒ら木先輩と羽川先輩の重厚なトークを邪魔するのは申し訳ない実際本編で真剣な気持ちになった人が副音声を聞いてがっかりするみたいなことはあってはならないことだカンバルさんもいろいろ考えるんですねどうだろうここは一つ副音声でも重いトークをするというのは本編と副音声で重さや暗さを競うというのはダメな結論が出ましたよこれは どうでもいい話をしているうちに羽川先輩のパンツを見逃した一瞬くらい頑張ってください巻き戻しってできないんだったかな無理か誰が考えたって無理でしょうインポッシブルでしょうこういうの多いんだよな私は戦場ヶ原先輩と二人で副音声をお届けした時もそうだった雑談に花を咲かしているうち肝心なシーンを見逃すとか雑談だったんですか副音声の存在意義を問うことがパンツの話ばっかりしておけばよかった原作みたいに原作とか言わないでください原作とか いいですかかんばるさん原作とか言わない まあたまには副音声の存在意義を問うたりもしてみないと遊び半分で調子に乗ってやっていると思われても困るからな多少は考えがあってやっている風をを装わないと計算が腹黒いんですけどよそ行きに予想わないとダジャレですかいやはや攻めますね厳しいですねカンバルさん襲わないとダジャレとしても厳しいですよそれこそ本編がシリアスなのに副音声ダジャレってそこはあれです私に絡めて噛んでほしいところです失礼噛みましたこれ何度か皆までは言われて いいないけれど荒木先輩妹に促されてエロ本を買いに行く途中に同じクラスの真面目な院長に遭遇しちゃったっていうシチュエーションなんだろう皆まで言われていないことを皆まで言わないでください神るさんこれは興奮するシチュエーションだな 変態じゃないですか欲を言えば帰り道に会いたかったところだよなエロ本の入ったビニール袋を持ちながら真面目な委員長と真面目な会話という背徳感それはなんだか本編で真面目なことをやっているのに副音声でふざけている背徳感に似たものを感じますが 1>, 1点をせるバスケットボールの試合プレイヤーもベンチも応援席も最高潮そんな中なぜか下着を着用していない私 みたいな感じなぜかって自分で脱いだ以外の理由はないでしょう変態っていうかド変態じゃないですかどんなスターだったんですあなた大丈夫ですよね今大丈夫ですよね頑張るさんしかし真面目な委員長真面目な委員長と言うけれどよく考えたら委員長って別に真面目な人間がなるものとは限らないよなそうでないケースも結構あるよなありますかね立候補を募っても結局最後は多数決で決めるものであれば真面目さよりも人望の方が優先されそうだ人望がある人間とは必ずし も真面目ではなくむしろ柔軟性のあるユニークな人物であるように思うはあ例えば例えば私のようにいいと思いましたねこの辺の会話は前にアニメで見たなアニメで見たとか言わないでください絶賛発売中アニメ「化け物語」の第5巻くらいに収録されているそこでしか聞けないトークだったかな宣伝しないでくださいここでも聞けてますし絶賛発売中なのかな 結構アニメ売り場では見かけなくなってきているけれどまあアニメのパッケージは回転早いですからねまあそうなってくると本当にこの猫物語黒が初見という方も案外少なくはないかもしれない少数派どころか多数派かもしれないだとしたらこの副音声本当に誰がやっているんだというような話ですがね知らない奴が喋っている副音声というのは斬新で逆に聞きたくなるかもしれないな誰だよお前が語るなよもっとちゃんと自己紹介しろよみたいな 感じでまあ自己紹介はもっとちゃんとした方がいいかもしれませんけれどね。特にカンバルさんの場合は、初見の方、絶対にあなたのキャラ読み切れてませんよ。まあ初見でない方にもおおよそ読み切れてないでしょうが。多少嘘を言っても、バレないかもしれないな。嘘はダメです すババするが小持ちですなぜそんな嘘をダメだって言ったのに小ちししゃもです何ですかそれ小ちししゃもってなんだかエロい気がする新 <laughs> 機軸すぎるでしょう大体あなたの場合ししゃもっていうよりしゃものような高線的な資質も持ち合わせていますしねやっぱりあなたも十分野生なんですよ なんだかここから私の知っている展開と違うんだが違いますねいろいろ違いますねこれは絶賛発売中のアニメ「化け物語第5巻」を買わざるを得ないな宣伝はやめてくださいなくしてしまったから私も買わざるを得ないななくさないでくださいディスクをなくさないでくださいどうやったらそんなもんなくせるんですか ディスクって薄いからすぐなくなくるんだ VHS 時代はこんなことはなかった。昔は良かったなあ別に今を批判するわけじゃないけれど、懐かしいよ、あの頃は。VHS 時代をそんなに知らないでしょう、カンバルさんは。まあ、すぐなくすだけに。 見つけた時の喜びはひとしおなんだがないいこと言ったふうに言っても全然いい感じになってませんよショックだぞ DVD ボックスの中の1枚だけ紛失してしまったときとか価値暴落みたいな残ってる DVD も見る気がなくなるというコレクター欲が強いくせになんでそんなに物をなくすんですかだからなくした時のためにブルーレイとか DVD とか買うときは3枚くらいまとめ買いする文房具をまとめ買いするノリですね保存用とかプレゼント用とかじゃないんですね木を照らったマニアですねまあ気を 使った言い方をすれば、ここでのあららぎ先輩は、あえてシリアスな羽川先輩に対しておどけてみせている。同契約を演じているということなのだろう。同契約というか、あららぎさんは孫をことなく同家ですけどね。まあ、同家というのも存外悪くはない。同家とは、道とカスと書く。 こういう背中を私のような後人を拝する者に見せることで道を示してくれているのだ道って後人を拝するってしかし何とも私好みの自虐的な言葉だな確かに後ろのチリを拝するって爪の赤を煎じてのむなみに自虐的ですねこの辺の頭痛というのが後の伏線になったりならなかったりするわけだ荒木さんは私のことをいかかいとい「いつまでテレビに出られるかわからないやつ」とよくおっしゃいますがいつまでテレビに出られるかわからないのはむしろ むしろあららぎさんの方ですよねラギ先輩が羽川先輩を茂みに連れ込むということはそろそろ B パートもおしまいということか変な区切りをつけないでくださいああそうそう言い忘れていた今回のパッケージングではチャプターの区切り方が従来より細かくユーザビリティになっているという話だったああ小だけのナンバーごとに区切られているんでしたっけ副音声もそんな風に区切った方がいいのかな話題によって副音声には副音声のチャプターをつけた方が聞く人は聞きやすいだろうかやめましょうカンバル さんややこしいしチャプターが膨大になりすぎます逆にノットユーザビリティになりますではエンディングだエンディングですね懐かしいよなこのエンディングで表示される登場人物の少なさ四人ってアニメ「偽物語」ではなんだかんだで一話ごとの登場人物って増れましたからねなんというか初心に帰った感じがあります昔は4人でも多いくらいだったからなさあそれでは神林さん「猫物語」黒第1話を終えての感想はどうぞ と言っても登場もしていないのに感想もないですかでは総評をどうぞそれにしても月日ちゃんは可愛かったないやいや羽川先輩の話をしましょうよ量産しないのかな月日ちゃんってもっと手広くやっていっていいと思うんだ尻込みせず世界に出ていこうよともっと多くの人に楽しんでもらえるっていや妹って手広くやっていける商売じゃないでしょうそもそも商売じゃないですしいや今りゃ妹も商売だ一大事業だと言われればそれはそうなのかもしれませんけれど 小婚たくましい人いっぱいいますからね月日ちゃんは確か戦国ちゃんと仲がいいんだったかなだったらセット販売というのもありだご一緒にやられていた副音声を聞く限りあの2人が本当に仲がいいのかどうかは微妙ですが抱き合わせで販売すればよい抱き合わせという表現にときめかないでくださいこれが本当のブレンド米だなブレンド米の舞を妹にしないでください <laughs> ブレンドというより。 ブランドだが。そもそも戦国さんって、荒田さんのことを勝手にお兄ちゃんって呼んでるだけで、妹でも何でもないでしょう。う性格から何から、完全に一人っ子じゃないですか、あの人。エンディング終了。そして、 そうしてまさかの C パートまさかですねみんな荒木先輩が変態で1話終了と思ったかもしれないけれどどっこいただの変態で終わる荒木先輩ではない面白い表現ですねどっこいただの変態では終わらないってそれだと C パートでさらなる変態行為に及んだようにも聞こえてしまいますけれど今更だけれどこれってゴールデンウィークの時の話なんだよな本当に今さらですねこのゴールデンウィークって私何をしていたんだったかな多分普通に部活かな 普通に全裸合宿かなどんな普通ですか音信普通ですよそんな合宿は荒揚げ先輩は羽川先輩の傷を治してあげたというわけだ羽川先輩の傷口をベロベロといやらしくなめ回すことでいやらしくなんて言葉はなかったし実際にはなめ回していません生き血をなすにつけただけです これれもどどうかと思いますけれどねそういえばカレンちゃんは家の中でも逆立ちをしているんだな逆立ちで階段の上り下りなんてなかなかできることではないと思うのだがまあカレンさんはカレンさんですからね一度勝負してみたいものだ逆立ちダッシュでまさかこの世にそんな競技がまあ今の私が逆立ちダッシュで勝負をするのはいかんせん不公平な感もあるかなアンフェアというかというわけでエンディングもおしまいです続いて予告予告 正確にはは予予告告ででなく予告現状ですクマムシの話かいつからか知名度の高くなった虫ですよねいや別にクマムシって虫じゃないですけれどかといってクマでもないですけれどじゃあ何なんですかねクマムシって潰したら死ぬというのはやっぱり世間的なイメージとは反するよなしかしこの手の誤解はどうして解けないのかなまあ話として面白いからじゃないですかね名誉回復って難しいなあ 同性同士でで遊んでいる方がずっと楽しかったそれはは今も変わらないいのではいや本当に楽しかったな、中2の頃。中2のメンタルのまま公認になっているように思えますが。静まれ、私の右手左手でしょまあでも今はもう誇張され、キャラクターとしての中学2年生が定着した感もあるけれど、こういう中学2年生ってやっぱりレアケースだよな。確かに、いつからか自意識過剰と妄想型が混ざっちゃってる感はありますよね。それって本来、全然別のものなんですけれど。とはいえ、思春期という点においては共通していますが、 しかし、カレンちゃんより月日ちゃんの方が年下なのに、月日ちゃんの方が大人びている風なのはどうしてなのだろういくらファイアシスターズの参謀担当とはいえ。とはいえと言われましても。まあ、荒ぎ先輩がお兄ちゃんで、カレンちゃんがお姉ちゃんじゃ、そういうポジションに収まらざるを得ないのか。なかなか収まる器でもなさそうですが彼女。っていうか、ポジションめちゃくちゃですが。お忘れになってませんかこの方最初、荒ぎさんのこと、バールで殺そうとしていましたよそんな役回りだな。私と通じるところがある。暴走すると何をするかわからないというて、 においては確かかに注目の一致するとところかと私も荒木先輩や千尋ヶ原先輩に振り回されて常にヒーコラ言っているからな聞きませんね人の話をヒーコラ言いながら喜んでいるでしょうあなた気色満面でしょう話が合いそうだ話が合いそうだって月さんとカンバルさんがですかいや言ってしまえば誰もが話が合いそうもないこの殺伐とした世界観の中においてもあなたと月さんって屈指の話の合わなさそうな2人ですがただこの辺のトークを聞いているとこの子に恋愛相談をするの 危険そうでもあるななんだか実の兄を勢いで丸め込もうとしている気配を感じてしまうまさに勢いですよねでもまあ女子の恋愛相談っておおむねこんな感じかもしれません盛り上がり重視っていうかテンション重視っていうか 私小学5年生なのでよくわかりませんがそれこそ男子と泥だらけになって遊んでいるような年頃でしたからね当たり前だけれど私とか化け物語や偽物語での展開を知っているからこの辺りは見ていて複雑な気持ちにもなってくる。 それは視聴者も同じ気持ちだろうか。逆に言うと、あれだ。化け物語や偽物語をまだ見てなくて、この猫物語黒から見た人の感想というのをぜひ聞いてみたいものだ。結構レアって気もしますけどね。ある種オチは見えているわけだからな。ああ、でも副音声とはいえ、あまり余計なことを言うと、ひょっとするといるかもしれない猫物語黒が初めて派の人へのネタバレになってしまうのか。用心しなきゃ。猫物語黒が初めて派って、少数派そうな派閥ですね。そういういに支え 物語シリーズというのはあり続けているわけなのだから大事にしなきゃそういう層を忘れてはいけない我々は決して多数派にはなれないマイノリティ側のマイノリティなのだからマイノリティ側のマイノリティって迷いマイマイノリティですかだいたいネタバレとか言い出したら私とかあなたとかの存在が何よりのネタバレだ ですからネタバレ防止のためこの後知り合う荒木先輩の後輩などではなく通りすがりの副音声進行係と名乗ろう副音声進行係って通りだけになって遊んでいるような年頃でしたからね当たり前だけれど私とか化け物語や偽物語での展開を知っているからこの辺りは見ていて複雑な気持ちにもなってくる。 それは視聴者も同じ気持ちだろうか。逆に言うと、あれだ。化け物語や偽物語をまだ見てなくて、この猫物語黒から見た人の感想というのをぜひ聞いてみたいものだ。結構レアって気もしますけどね。ある種オチは見えているわけだからな。ああ、でも副音声とはいえ、あまり余計なことを言うと、ひょっとするといるかもしれない猫物語黒が初めて派の人へのネタバレになってしまうのか。用心しなきゃ。猫物語黒が初めて派って、少数派そうな派閥ですね。そういういに支え えられて物語シリーズというのはあり続けているわけなのだから大事にしなきゃそういう層を忘れてはいけない我々は決して多数派にはなれないマイノリティ側のマイノリティなのだからマイノリティ側のマイノリティって迷いマイマイノリティですか大体ネタバレとか言い出したら私とかあなたとかの存在が何よりのネタバレなのですからネタバレ防止のためこの後知り合う荒々木先輩の後輩などではなく通りすがりの副音声進行係と名乗ろう副音声進行係って 通りすがるものなんですか はい、というわけで、展開もだいぶ進んできましたが、皆様、いかがご覧いただいていますでしょうか無視されました。いや、今までなかったでしょう、うカンバルさん。そんな風に視聴者に呼びかけるとか、やめてください。新しい作風をいきなり試すのは、びっくりするじゃないですか。さあ、盛り上がってまいりました。この先、果たして物語は一体どう転がっていくのでしょうか予断を許しません。なんで実況アナ風なんですかアニメ版のキンマンですかいや、不幸せ。 とししてはそれが正しいのかもしれれませんけれどというほど盛り上がってはないなまだ部屋で荒々木先輩が妹とイチャイチャしているだけだなイチャイチャってものすごく限定された意味では今が盛り上がりのピークということになりますけれどね友人として見てられませんよ荒々木さんのこんな姿もうなんだか荒々木先輩こういうことでは全く躊躇しなくなったな痛そうですよねこれ痛いのは荒々木さんもですがああもう お兄ちゃん妹のおっぱい触りすぎ名言だな名言すぎます荒木先輩を最もよく言い表した妹ならではの視点だ妹ならではの視点で見られた時にこんな言葉に出てこられては荒木さんもおしまいですよねそうですかこの方は私たちに出会う前にもう終わっていたんですね手遅れだったんですねせっかくだからこの名言をうまくもじって一番くじの評価に使いたいなああ もうお兄ちゃん妹のおっぱい一番くじいやうまくもじれてませんが一番くじ引きすぎとかでしょもじるならしかし仲のいい兄弟だなこの二人荒木先輩はこの妹と仲が悪いとか吹いていたのか虚言にも程や限度はあるだろうにまあ家族というのはわからないものですよわからないし難しいものですそれがまたこの猫物語「黒翼ファミリー」のテーマと言えるのかもしれませんいえせや信仰係といえば羽川先輩のことを指していたのだがな本編にし 進出しちゃったからなあの方は1軍昇格みたいに言わないでください。私たちが2軍に落ちたみたいじゃないですか。ちなみにしずかちゃんの話を続けると、ニューヨークシーンは確かに定番すぎて逆に触れづらいのだが、唯一ここはっていうシーンがあって、のび太くんがニューヨーク中のしずかちゃんを騙して、裸は恥ずかしくないと思い込ませる話があって、あれはエロいしいい話じゃないしで最高だったしずかちゃんの話がしたいだけじゃないですか。感動した話とか、教訓を得た話とかしてくださいよ。漫画で感動したいとかも やりたいとかは思わないのだ。私は。まあなんていうかそれは正しい姿勢ではありますけれどね。ほらほらカンバルさん、真面目なアニメの話をしているうちにどんどん話が進んでいますよ。えあ,あれ？荒らぎ犬のシーン終わっちゃったかな。速とチリをするなっていうそんなセリフを多分言ったことはないのにそっくりだというあのシーンは。 はあ、というか、結構脇道に逸れてしまった気分だったけれど、案外話進んでいないなおや、本当ですね。月日ちゃんと部屋で話しているだけだものな妹とラブラブしているだけだものな語弊がありますが、語弊と言いますか、誤解と言いますか。いろんなものがいろんな風にありますが。この妹、しかし可愛すぎるだろう。うちにも1台欲しいな妹の単位は大ですか荒投さんは2台持ちですね。12台欲しいなありましたね、そういうゲーム。時系列的には偽物語よりずっと前の話になるのだが、 まあそれを含めても荒々木先輩と月ちゃんがこんな風にじっくり話すシーンというのはこれまでなかったからなかなか目新しいななんていうのだろう妹に恋愛相談をする兄自体が相当に目新しいものだとは思うが何だったら私に相談してくれればよかったのにこの頃まだあなた荒木さんと会ってないでしょうにまあ汚ない意見を言わせていただくとここの荒々木先輩って気持ち悪いよな汚なさ エロ本を買う話とかやめてほしい私くらいになるとエロ本という言葉を聞くだけでも嫌だアニメを見ていてそんな言葉が出てきたらその時点でテレビを消すななぜそんな虚言をカレンちゃんとは前に副音声をやらせてもらったこともあって多少どういう子かは分かっているのだがツキキちゃんとはまだそんなに接点を持っていなくてなこれから接点を持とうとしているかのような危険な発言ですがだからどういう子かはあまりよく知らないのだがこうして兄から相談を受けているところを見ると恋愛については一言ある子なのだろうか中任にして まあ彼氏がいらっしゃるという話もされていますしねロウソクザワくんですか確かカレンさんにも彼氏がいらっしゃるんじゃありませんでしたっけえー、っとえー、っとそう水谷くん青春を謳歌しているということなのだろうか私が中二の頃なんか全然男の子に興味がなかったけれどな同性同士で遊んでいる方がずっと楽しかったそれは今も変わらないのではいや本当に楽しかったな中二の頃中二のメンタルのまま公認になっているように思いますが沈まれ私の右手左手でしょまあでも今はもう誇張され キャラクターとしての中学2年生が定着した感もあるけれどこういう中学2年生ってやっぱりレアケースだよな確かにいつからか自意識過剰と妄想型が混ざっちゃってる感はありますよねまあすぐなくすだけに 見つけた時の喜びはひとしおなんだがないいこと言った風に言っても全然いい感じになってませんよショックだぞ DVD ボックスの中の1枚だけ紛失してしまったときとか価値暴落みたいな残ってる DVD も見る気がなくなるというコレクター欲が強いくせになんでそんなに物をなくすんですかだからなくしたときのためにブルーレイとか DVD とか買うときは3枚くらいまとめ買いする文房具をまとめ買いするノリですね保存用とかプレゼント用とかじゃないんですね木をてらったマニアですね、まあき 使った言い方をすれば、ここでのらぎ先輩は、あえてシリアスな羽川先輩に対しておどけてみせている、同期役を演じている、ということなのだろう。同期役というか、らぎさんは、孫をことなく同期ですけどね。まあ、同期というのも存外悪くはない。同期とは、道とカスと書く。 こういう背中を私のような後人を拝する者に見せることで道を示してくれているのだ道って後人を拝するってしかし何とも私好みの自虐的な言葉だな確かに後ろのチリを拝するって爪の赤を煎じて飲むなみに自虐的ですねこの辺の頭痛というのが後の伏線になったりならなかったりするわけだ荒木さんは私のことをいつまでテレビに出られるかわからないやつとよくおっしゃいますがいつまでテレビに出られるかわからないのはむしろ 荒ぎ先輩が羽川先輩を茂みに連れ込むということはそろそろ B パートもおしまいということか変な区切りをつけないでくださいああそうそう言い忘れていた今回のパッケージングではチャプターの区切り方が従来より細かくユーザビリティになっているという話だったああ小立てのナンバーごとに区切られているんでしたっけ副音声もそんな風に区切った方がいいのかな話題によって副音声には副音声のチャプターをつけた方が聞く人は聞きやすいだろうかやめましょう頑張る さんややこしいしチャプターが膨大になりすぎます逆にノットユーザビリティになりますではエンディングだエンディングですね懐かしいよなこのエンディングで表示される登場人物の少なさ四人ってアニメ「偽物語」ではなんだかんだで1話ごとの登場人物って触れましたからねなんというか初心に帰った感じがあります昔は4人でも多いくらいだったからなさあそれでは神林さん猫物語黒第1話を終えての感想はどうぞ と言っても登場もしていないのに感想もないですかでは総評をどうぞそれにしても月日ちゃんは可愛かったないやいや羽川先輩の話をしましょうよ量産しないのかな月日ちゃんってもっと手広くやっていっていいと思うんだ尻込みせず世界に出ていこうよともっと多くの人に楽しんでもらえるっていや妹って手広くやっていける商売じゃないでしょうそもそも商売じゃないですしいや今りゃ妹も商売だ一大事業だと言われればそれはそうなのかもしれませんけれど 証婚たくましい人いっぱいいますからね月日ちゃんは確か戦国ちゃんと仲がいいんだったかなだったらセット販売というのもありだご一緒にやられていた副音声を聞く限りあの二人が本当に仲もういざ訪れてみれば意外と普通というわけかな何でしたっけそういうのいい川柳がありましたよねそうそう来てみればさほどでもなし富士の山ですか そんな今だからこそ、こうやって、過去編を振り返るというのもいいのかもしれません。話がなんだか変な方向に進んでるなあおああ、画面ですか荒らぎさんと月日さんの会話ですかああ、確かにこの辺りで風向きが変わるんでしたよね。なんて言うんでしょうか。これって月日さんが荒らぎさんの思考を妙な方向へ誘導したともとれるような。 誘導って言っても誘おうという意味ではありませんよ月日ちゃんに相談したのはやっぱり荒ぎ先輩の手痛いミスなのではと思わざるを得ないないやでも本当仲のいい兄弟ですねただ私と荒ぎさんの初対面の時のエピソードですが確かあの人妹と喧嘩して家を飛び出して飛び出した先の公園で私と遭遇したんでしただから仲が悪いって認識が決して嘘ってわけでもないんでしょう喧嘩してる人達って肌からは存外仲良く見えちゃったりしますからね喧嘩するほど仲がいいなんて 傍観者の言い分です人がどんどんおかしな方向に、まあ、荒々木先輩もエロ本が欲しいのなら私に言ってくれればいくらでも乗物を用意するのになだから知り合ってないでしょうそれに確かあなたはエロ本という単語が出てくるようなアニメを見ないと言っていたはずではあ後世ならいいんですかただいま おかえりのようですね買って知ったるいい女ですカレンちゃんだカレンちゃんだかわいいなかわいいなカレンちゃんが帰ってきた荒らぎ家にそして私の懐に荒らぎ先輩を見た時の戦国さんみたいなリアクションになっていますよカンバルさん突っ込んでください今私水も滴るいい女と言うべきところを買って知ったるいい女と言い間違えましたよこんなキラーパスを見逃していいんですか それにしてもすごい汗ですね42.195キロ走ってきただけあってカレンちゃん人間2人分くらい汗をかいてるな干からびるんじゃないかカンバルさんはでも毎朝20キロくらい走ってらっしゃるという話でしたよねそういえば。 思い出しました荒滝さんが私と初対面だったあの日喧嘩した相手というのはこちらのカレンさんの方でしたまあカレンさんと月日さんはべったりですからカレンさんと喧嘩したということは月日さんとも喧嘩したということになるのでしょうけれど何ていうかこの辺のカレンちゃんはボーイッシュどころの話じゃないよな男勝りというか男前ですよね男性女性というより野生という感じだ私より脱ぎっぷりがいいくらいだ お兄ちゃんにおっぱいを見られるとか、全然平気なご家庭なんですね。この後のセリフもかっこいいしな。一番くじの兵語に使いたい。 景品見て引きたいって思ったら、それが一番くじってことじゃねえのカンバルさん、妹の一番くじ引きすぎでしょう,うーん、しかし妹たちとコミュニケーションを取っているだけで A パート終了とは、相変わらず斬新なアニメだ。その気になれば B パートまで全然いけたでしょうね、この兄弟。そうなるといよいよ、猫物語黒ではなく、妹語黒になりかねます。では B パートに続く続きます。では B パートだ 縦脇というより立ちだがなキャラ的にはそっちですよねもっと言うとタチというよりは猫だとまさしく猫物語私が副音声にキャスティングされた理由もこれで誰もが納得というわけだ皆さん首をかしげてると思いますけどね猫物語の副音声が私とカンバルさんだってことは 申し遅れました私は迷子の小学生永遠の小学5年生八チク迷いです迷子だけに不公正にも迷い込んでしまいましたえっと月日ちゃんがこの髪型だということは4月の末から5月あたりかな月さんの髪型をカレンダー代わりにまだ私も千条ヶ原先輩も荒らぎ先輩と仲良くなってない頃だ私は今でも仲良くなってないですけどねオープニングから羽川先輩の新曲だな 私たちが何者かっていうことを初見の方のためにもう少し説明した方が良いのではないでしょうかカンバルさんこれはまたちょっとフォークな感じで名曲だな聞きませんね人の話を前回の名曲「シュガースイートナイトメア」はテレビで流れないという逆放送事故が起きてしまったからな今回はビシッと決まって荒川先輩も胸をなで下ろしたことだろう私もプロデューサーとしてご満悦ですあの大きな胸をなで下ろしたことだろうなぜいやらしく言い直す <laughs> なんだかんだで融合されてるよなあの人 そのう上あの人猫物語「シロ」でも主役を張るというのだろうお忙しいことだな化け物語で出番が少なかった分を一気に取り返してますね逆にここから先出番を奪われていくのが私やカンバルさんというわけです なんでしょうね副音声ってそういう意味では出番が少ないキャラに対する救済措置みたいなところがあるんですかね猫物語黒と猫物語白黒猫物語と白猫物語というタイトルになるという案もあったそうだがそうなのですかとすると三毛猫物語や野良猫物語もありそうだな何がとするとなのか分かりませんがドラえ物語というのもあったかもしれんドラえ物語まあ羽川先輩にはドラえもんみたいなところがあるからな 4次元ポケットって当たり前みたいに言うけれどお腹に四次元がついているっていうのは大変なことではないのだろうかそれを言い出したら秘密道具の大半は大変なことだと思いますがドラえもんといえば静香ちゃんの入浴シーンばかりに目が行きがちかもしれないけれどドラえもんで一番エロいシーンがどこかって言ったらやっぱり悪魔のパスポートを使ってのび太くんが静香ちゃんのスカートをめくっているシーンだと思うのだあの本編始まりましたけど静香ちゃんの反応がすごくエロい最後ちょっといい話になっちゃったのが残念なんだけど だけどないやいい話になってなかったら収録されてませんよのび太くんがしずかちゃんのスカートをめくる話というのであればしずかちゃんには僕なんかふさわしくないと身を引こうと嫌われるためにそんなことをした話もあったよなあれもなかなかの名シーンだったいい話だったのが残念なんだがいい話が嫌いなんですか戦場ヶ原さんの影響を受けてませんそれまあまあこうやって B パートに待ち構えている荒々木先輩の羽川先輩に対するスカートめくりに向けての伏線を着々と張る姿勢